ヒヨドリは、スズメモクヒヨドリかヒヨドリ族に分類される鳥類の一種。日本、サハリン、朝鮮半島南部、台湾、中国南部、フィリピンの北部に分布する。日本国内では流鳥、または氷鳥としてごく普通に見られるが、他の地域での生息数は少ない。全長は約27.5センチメートル。翼海鳥は約40センチメートル。 尾は長めで、むくどりやつぐみより、体型は、ほっそりしている。くちばしは黒くて、先が尖る。死ゆう動色。頭部から胴体は、灰色の羽毛に覆われるが、方に、褐色の部分があり、よく目立つ。また、頭頂部の羽毛は、周囲よりやや長く、寒雨となっている。翼や尾葉は、肺褐色をしている。南に生息する種は、 北に生息する種より体色が濃い。里山や公園などある、程度樹木のある環境に多く生息し、都市部でも見られる。つぐみやムクドリよりも体を直立させて止まり、主に木の枝で活動するが、地上に降りることもある。飛ぶときは、数回羽ばたくと翼をたたんで滑空するパターンを繰り返して飛ぶため、飛ぶ軌道は波形になる。鳴き声は、ひいよ、ヒいよ、 などと噛高かく聞こえ、和名はこの鳴き声に由来するという説がある。また、朝方には、ピッ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 とリズムよく鳴くこともある。日本では、終年見られるが、春及び秋には、渡りが各地で確認される。秋には、国内団地へ移動する個体も多く、10から11月には、渡りが日本各地で観察され、房総半島南端、イラゴ岬のほか。 関門海峡では千羽を超えて渡る群れも観察される。大寒桜の蜜を食べる、ヒヨドリ果実や花の蜜を食べる。繁殖期には果実に加え昆虫類も多く捕食する。一方、非繁殖期の餌は果実がほとんどである。椿などの花の蜜を好む。早春には、椿の木の近くにずっと陣取って、花の蜜を求めて飛来するメジロなどを追い払う姿をよく見かける。 ここから9月にかけて繁殖する。繁殖期間が比較的長いことについては捕食されるなど繁殖の失敗による再繁殖が多いことが一つとして考えられる。木の枝状に外径1 2 2 0センチメートルの体の大きさに比べると小型の巣を作る。高さ1から5メートルに映像し、巣はワ型で小枝、枯れ鶴、稲荷の茎、細根、市街地では ビニールの紐などを使って作られ、三座には松葉やシュロの繊維、笹の葉などが粗雑に敷かれる。1回の繁殖で4個の卵を産み、卵の大きさは約2.95センチメートル2.05センチメートルで、淡いバラ色に赤葛色のブチがある。主にメスの実によって12から14日間放卵され、孵化したヒナは死有により育てられる。 ヒナは10から11日で巣立つが、多くは、巣立って数日のうちはあまり飛べないため巣の近くにおり、またその後1から2ヶ月の間、親鳥と共に行動する。庭のバードテーブルで、柑橘類を食べるヒヨドリ。日本では、里山や公園でよく見られる、身近な野鳥の一つである。富山県都並市の市の鳥に指定されている。糖分を好むためか、椿や桜などの花にやってきて、 蜜を吸ったり、庭先に、みかんやりんごなど果物の半切れを置いておくとすぐに、やってきて独り占めする。しかし、時に、集団で畑に現れキャベツやブロッコリー、いちご、みかんなどの農作物を食い荒らすこともあり、農家には嫌われる。狩猟町の指定も、家事を食害する、農業外長である本主を反差な手続きなしで、駆除できるよう配慮したものである。 子飼いにすると非常によくなれ、飼い主を見分けることから、平安時代は、貴族の間で盛んに飼われた。古今朝文集などに、その記述があり、現在の競争場のように、個体名が付けられ愛願されたようである。一の谷の戦いで知られる日踊り古は、日踊りの渡りの場所だったことから呼ばれていた。現代では、日踊り越森林公園や日踊り展望公園が、整備されている。 前述のように、日本国内では、都市部を含めごく普通に観察されるが、分布がほぼ、日本国内に限られているため、日本を訪れる海外のバードウォッチャーにとってはぜひ、観察したい野鳥の一つとなっている。1993年に、朝日山動物園が、ヒヨドリの繁殖賞を受賞している。イソヒヨドリは、ヒヨドリの名が付くが、ヒヨドリ科ではなくつぐみ科の鳥であって、 類縁関係は遠い。ヒヨドリ族の学名は、ヒヨドリ科の鳥類に関する分類学の進歩と共に変遷している。秋の季語、ありがとうございます。